んにちは、みほです。最近使っている壁掛け時計が少しずつ時間が遅れていたので、ついに新しいものに交換しようと思ってネットで先日買ったんですけれども、それがたった今届きました。この時計を初めて見たのはおしゃれ雑貨屋さんでした。文字の感じとか大きさとか自分が欲しいなって思うものにドンピシャだったんですけれども、その時は使っていた時計がまだちゃんと動いていたので買わずにいて、その後も何回か他のお店で見かけたんですけれども、ああやっぱり可愛いなって思っていました。そんな街を歩いていて何度も見かけるような時計、多分運命だったんだと思います。特に特徴のないシンプルな時計なんですけれども、なんか惹かれたんですよね。これから壊れるまで大切に使おうと思います。大切に使うっていうか、まあ普通に使いたいと思います。時計が変わっただけで部屋の中がリフレッシュした感じです。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。